どうも、サムライです。それでは本日もマリオメーカー2みんなでバトルやってきますんで、よろしくお願いいたします。進めていきましょう。よろしくね。さあ、そんな感じで進めていくんですけども、大丈夫かな青きのこ。青きのこ。ちゃんと位置につきましたね。よしよしよし、大丈夫そうです。じゃあ、そんな感じで進めていきましょう。マリオでスタート。レッツラゴー。さあ、それでは、何これ。下上なんだった今、なんだったうわぁ、わかんないんだけど、わかんねえんだけど、やってんのかな合ってる。下、上、下。上、下。合ってる次何下、上。覚えてない、こっから。こっから覚えてない。記憶力甘く見んなよ。俺の記憶力甘く見ちゃいけねえぜ。わからねえんだからな。よし。でもね、勝ち取ることが危ない、危ない。オッケーオッケー、危ねえ。って感じでね、記憶力大丈夫そうです。じゃあ本日も、ミンバとやっていくんで、よろしくお願いいたします。お願いいたします。サムライゲームスやっていく。いやー、来ました。ルイージでいきますけども、これはねスピーディー勝負のところになると思われます。レッツラゴーしていこう。レッツラゴーしていきましょう。さあ、どんな感じでしょうか。進めていきましょう。さあ、花ちゃんとかいる感じのところ、若干のラグさんが目立つこのコース。そこかよ。オッケー、行っちゃいましょう。あ、待って、いけねえんだけど。アイテム全然ゲットできてなかったね、今のキルピコさん。ってことは、ここアイテムないんじゃない、もしかして。そんなにアイテムがないのかもしれないぞ。だとするならば、このまま行っちゃっていいのかな。痛いな、花ちゃん。あ、ただ飛ぶべきモンスターではないのよ。オッケー、行きましょうか。あ、待って、花ちゃんは、マジで花ちゃん。うわ、花ー。サムライゲーム。200枚。コインを取ったらゴールできるという名のコースです。さあ、200枚はどこにね、あるんでしょう。うわ、太陽出てきたぞ。お前、ここ雪山じゃねえのか。雪山じゃないのかな。どうなんでしょうか。あ、なるほどね。ここら辺に200コインあんのかな。どうなんでしょうか。ゲットしちゃったよ。ああ、私が流行ったぞ。オッケー。ここでゲットできた。あの土管は、罠でしたね。サムライゲームズ。さあ、キノピコで攻めるぜ。よろしくね。どうでしょうか。そのアイテムとかゲットしなくてよかったのかなって思うんだけど、怖い。あ、みんなやられた。でも、オッケー。みんなやられたんだったらオッケーじゃない?で、もしかしたらだけど、俺が一番最初です。さあ、俺が一番最初なんで、これはもう来たと言っていい でしょうか。あはは、来たんじゃねえかな。あはは、待って。撃ち抜かれよー。あー、もう、最低、戻って、危ないな。危ねえ、このコース、マジで行ってんの。マジで、オーマイガー、オッケー。大丈夫ですね。怖えじゃねえかよ。絶対そっからパックンとかいっぱい出てくんでしょ?俺知ってるわ、これ。あ、知ってる。だったら、こうやって行くしかない。あ、待って、嘘だー。サムライゲームズ。なるほどね。宇宙空間だ。ここはね、めちゃめちゃジャンプができるから、ここでジャンプしてって見てさ、ゲットしてってさ、いけんじゃねえのかって思っちゃうんだけど、はい、ここでさ、よしとかさ、ゲットさせていただき、さらにさ、上でさ、ゲットさせていただき、これは来たんじゃねえかなって思っちゃうよね。これはもう、だってさ、もう無敵だぜ、俺。今、無敵の状態よ。これはもう無敵って感じでしょう。完全に無敵の、無敵な感じになってるから。オッケー、来た。ありがとうございました。よし、もう一緒に、ゴールです。お疲れ。サムライゲーム。嘘だろう。マジ言ってる。わかった。ここで、私はね。嘘だ。待てよ。オッケー、その上に行ったやつがね、一番の優勝者になるということが、危ないな。オッケー、ここだ。あ、やったぞ。勝ち取ったぞ。サムライゲームズ。おぉ、あるぞ。あそこにバルーンがあるぞ。あれをゲットしたやつがね、勝者になれるということは。さあ、ここから私は選ばしていただこう。やっべ。負けたん。やっちまった。あ、でもあいつ当たった。当たったぞ。あいつ当たったぞ。オッケー。ゲットできない。くそ。オッケー。次続いて。よっしゃ、行ったんじゃないか。これ絶対多分ね、こっからじゃなきゃダメな気がする。こっからじゃなきゃね、ダメな気がするんだよ、俺。オッケー。ここだ。ここだ。ここだー。行ったんじゃない。行ってね。行けてない。行けてないぞ。
さあ、待って待って。でも、いける。いけそうな気がしてきた。オッケー、いった。完全に来たんじゃないか。どうでしょうか。これ完全に来たんじゃないか。あはは、いったぞ。オッケー。このままね、フラワー取っていけそうです。さあ、後ろから来られようともさ、これ大丈夫じゃない多分。あはは、やった。え大丈夫これ。え大丈夫だ。オッケー、いったぞ。オッケー、いった。アイテムの力。サムライゲームズ。うわー、メットと、ヘリコプターがある。ヘリコプターじゃねえな、あれ。ヘリコプターじゃないけど、ヘリコプターっぽいのがあるー、こっちじゃねえっていうのが分かったー。ここじゃねえのか。オッケー、分かった、分かった。あのスターは欲しいな。あのさ、俺が、やったー。待って、でもダメじゃな。ここじゃねえの？ここじゃねえのか？待って待って。どうすんのそれ。あ、分かった、意味が分かったぞ。意味が分かったん、これじゃねえ、これじゃねえ。あー、やっちゃった。それだー、それだ。君のそのメットだ。君のそのメットが欲しい、私は。君のそのメットがあればね、何でもできる気がするよ。さあ、待って。あ、行く行っちゃう行ってみる行ってみよっか行ってみよっか行ってみよう。そっちじゃねえんだよね。オッケーオッケー。あなたをね、持ってこっか、じゃあ。あなたを持っていきましょうか。オッケーオッケー。行きましょう。さあ、こっちだ。行きましょう。よろしく。行きましょうね。さあ、ここで、割ってくれ。ありがとう。俺のおかげで。俺の、あれが来るぞ。俺の時代がここで来る。さあ、行かしていただき、キオッケー、いったん。さあ、ここでスターをゲットして、スターじゃねえような予感もしたけど、大丈夫そうな気がするよ。さあ、ここでいただいていきます。ありがとうございました。いただいたよ。サムライゲームズ。1の1か。怖えな。どんな感じの1の1でございましょうか。わかんねえけど、とりあえず行ってみようと思います。さあ、その穴にはね、多分ね、猫とかあったような気がするんだけども、私はね、行っちゃおうと思います。なぜなら、この先にね、一番最初に行った方がいい場合もとてもあるからね。オッケー、行ってみましょう。さあ、ここの穴に吸い込まれていきます。さあ、どうなんでしょうか。ここまでね、とりあえずアイテムを取らずに来てしまいましたけども、この選択肢がね、合っているのか否か、それはね、合っているようです。ありがとう。あぶねえ。来てるのは知ってるよん。サムライゲームズ。うわ、一瞬で終わりそう、これ。一瞬で終わるぜ、多分これ。オッケー。わかった。ここでさ、一番最初に行ったやつが勝者になれるタイプの、ところでしょ？わかってる。わかってそうな気がする。いけそうな気がしちゃう。これはいけちゃいそうな気がしちゃう。あ、やべえ。落としたぞ。これは勝ったんではなかろうか。オッケー、いった。ごめんよ、ルイージ。すまねえ。申し訳ねえ。よっしゃ、いった。生還者は2人だけ。サムライゲームズ。上にはのこのこ赤バージョンがいらっしゃいます。さあ、あいつは、危ないよね。怖いよね。あ、怖え。よかった。あいつマジで怖えぜ。さあ、じゃあ持っていかしていただこう。さあ、こっからね、殴って、いや全滅。さあ、やってきました。キノピコさんもね、やってまいったんですね。オッケー。終わりました。じゃあ、とりあえずね、ここら辺で、ゲットさせていただこうと、思いながらね、行っちゃおうと思ったんですけど、危ねえな、オッケー。この辺でなんかアイテムとかゲットできないのかな？なんかね、猫とかありそうな気がするんだけどさ、危ないね、オッケー。先に行くよ。さあ、先に行かせていただき、ここで猫をゲットしていく。さあ、これはもう、価値格、やべえ、やっちまいましたな、これは。上行ってみようか。上に行って、いいというタイプのとこだと思うんだけど、これは。おそらくそうだ。もう、大航海時代です、これは。本当にもう。上にあると思わなかったな、それ。ここでゲットしていくじゃん。さあ、ゲットしてって、おそらくね、ルイジー並みに、ちゃんとゲットしていかないと厳しくなりそうな感じはするけども、このまま行っちまおうと思います。さあ、ルイジーもどっかでさ、その猫をやられてるな。オッケー。ダメだ、こいつはダメだった。やられてしまいましたけど。オッケー、来たんじゃないかい。さあ、ここで、上に行って、来たんだった。オッケー、クリボーさん、あなたは危ねえようです。さあ、ここで、何？あなただ。オッケー、いったん。さあ、ゲットしていく。鍵ゲッチュ。さあ、そのまま進んでいきましょう。オッケー、いったんじゃねえか。これはゴールの予感。ゴールの予感がここに。ありました。やったぜ。というわけで、本日のバトル終わっていこうと思います。お疲れ様でした。いやー、少しね、帰り咲きました。バトルレート。いやー、よかった。配信前にね、なんとかここまで戻ってくることはできました。本日、土曜日なんでね、この後、夜の10時半から、毎週やっているんですけど、
ミンバト配信の方をね、やっていこうと思っておりますので、もしよければそちらも来てみてください。もうね、激アツな戦いを繰り広げられるよう頑張ってきますんでね、はい俺より強いやつに会いに行く、そんな気持ちで配信臨んでいきたいと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。またこの後の配信も、その後の動画もですね、気合を入れて頑張っていくので、応援の方よろしくお願いいたします。では本日もありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。